アッシュレイディオ。おはようございます。おはようございます。さあ、8月が始まってます、すでに。もう始まってますか、8月も。始まってますね。もう、疑うようでもないね。そうですね。なんで6月の日が一番長いのに8月の方が暑いんですか。ほう、どういう意味。夏至ってあるじゃないですか。ああ。あれ多分6月なんです。うん。で日が一番長い。うん。その日が一番暑いはずじゃないですか。うん、うん。でも8月の方が暑くないですか。確かに。あの時差は何なんですか。多分だけど、うん、太陽の高度じゃない。多分太陽が真上にあるか一番長いかみたいな話だ。ああ、8月の方が真上にあるんですか。8月の方が真上にありそうな気がしない。気はしますけど。多分。なるほどね。脳天を、日本の脳天を直撃するんだよ。なるほどね。だから暑いか。でも6月とか一番長いんだけど、ちょっと斜めに、斜めに回ってるから。ああ、なるほど。そういうことか。予測ベースですけど。詳しい方は。この間、なぜ、マキのラジオが心地いいかみたいな、話結構僕されたよ。誰にですか？なんかこの間なんかさ、吉岡、大臣の時と吉岡さん時代と、はい、田原時代、高山時代、牧時代みたいな、なんかその、何が違うかみたいな。はい。あれでなんか結構、会う人が、いや、そうっすよね、確かに。いや、マキさんは、っていうの結構多かった。誰ですか？いや、誰かと言わない。まあ、なんとなく予想つきますけど。いや、社外。社外の、僕の知ってる人じゃないですか？マキはその人と知らないと思う。あ、マジですか、ね、なるほど。まあ、そんなちょっとマキの自己肯定感をちょっと上げたところで。ありがとうございます。おはようございます。助かりました。じゃあ質問に行きましょう。行きましょう。アシュレイではいつもありがたく聞いております。ありがとうございます。仙台の魅力、美味しいお店があれば教えていただきたいと思います。なるほど。実は牛タンじゃないんだよね。そう、仙台って、アシュレイさん行ったことあります？あるよ。おー。なんなら、僕のルートは東北だから。ああ、なんかそんな話言ってました。僕の、父方の先祖は、はい、仙台宮城。あ、宮城なんですね。うん。で、なんならもともと、アシナが、うん、福島の将軍だったんだよ。へぇー。で、本当に福島から青森までの、あの、東北地方を全部牛舎なの。アシナが。あそこ全部アシナ派閥。アシナ。アシナすごいっすね。アシナすごいよ。そうなんで、西から、上越の方から、うん。あれ、誰だっけな。来たんだよ。誰だっけ、あ、伊達政宗が。おお。伊達政宗が新潟ぐらいから来て、はいはい、で全員死んだ。え、足の滅亡。足の滅亡した。将軍だったってすごくないですか。あんまいないですよね。確かに。大体なんか、まあ、将軍まではいかないですけど、そこそこ偉い人ぐらいじゃないですか、今、うんうん、生き残ってる人々って。確かに。意外となんか、なんか雰囲気あるよね。そうっす、意外と。仙台、あ、まあ、福島。仙台はでも、牛タンぐらいしか思い浮かばない。実は寿司が甘いんだよね。寿司？うん、海鮮が甘い、実は。あー。石巻とかね。うん。なるほど。あと魅力。いや、そこまでわかんないね。うん、そこまで突っ込まれたもあんまわかんない。なんか、物心ついて行ったの1回しかないから。ああ、そうなんだ。で、1回でもなんか仙台駅に行って、はいはい。なんか、おしゃべりのイベントして、はい。で、なんか牛タン食って寿司食って帰ってきたぐらいだから。なるほど。なんかやっぱりこう、どっぷり掴んないといけない。なるほど。で、やっぱりその、各地方にあの将軍がいるから。はいはい。つまりその、昼も夜も牛耳ってる人いるから。で、そういう人に、いろいろこう教えてもらうと、はいはい、もう一番そこの神髄を味わえる。なるほどね。仙台にはいるんですか、将軍は。仙台には一応いるけど、その方が将軍かどうかはまだあのこっちはもジャッジしてない。なるほどね。まだ分からない、ね、あ、ただお世話になれる方はいらっしゃる。なるほど、うん、それはちょっと脈解に行かないといけないですね。うん、なんかきっかけがあっていければいいけど。そうですね。仙台行きましょう。行きましょう。次の質問いきます。仕事において自分でやった方が早い、
クオリティが高いというストレスの壁にぶち当たっております、うん、現在映像制作の仕事をしており、もともと個人事業から始めましたが幸いたくさんの仕事をいただけるようになり、うん、自分一人では回せない量になってしまったので同業の方と連携して進めることが多いのですが、うん、基本的にはほぼ全員満足いくパフォーマンスをもらえず結局毎回自分で手直しをするかスケジュールを後ろ倒すかなどをしなければならずストレスを感じております、うん、芦野さんも経営者としてご自身でやった方がいいと感じる部分で売上や利益的に損失を感じることはありますでしょうかという質問。素晴らしい、これは最も素晴らしい問題かもしれない。ほう、今日一番素晴らしい質問だね今日6時間ぐらい経ってますけど、なるほど、一番良かったんだけど、なんかそれって結構結構個人事業主的な人が組織を持った時に悩むお話ランキング1位だと思う。なるほど、自分でやった方が早い。はいはい、だから結局だからそのプレイヤーとして突き抜けるのか、うんうん、マネージャーとして突き抜けるのか、もしくはプレイングマネージャーをやるのかっていう。で彼はプレイングマネージャーだから自分でやった方が早いみたいな話になるんだよね、うん、でまさにそれはその通りで、うん、要は自分の欲張りさとの戦いなんだよね、うん、なるほど。だったら別に収入を減らしてもいいから、うん、なんか自分で完成度高いものを自分でやったらいいじゃん。なるほどね。でもおそらくだけどクライアントも増やしたいとか、うん、喜ばせる人を増やしたいってなるわけだよ、うん、そうです、ね、で収入も増やしたいみたいになるわけだよ、うん、って言ったらもう 100% 人に手伝ってもらうしかないじゃん、うん、なるほど。だから人に手伝ってもらう方向に進むのか、はいはい、自分だけでやるのかっていうのはすごく重要なチョイスになる。はい、でどっちが正しいわけでもなく、うん、やっぱその仕事においてストレスがたまんないのは全部自分でやるのが一番いいと思う。なるほどね。だからもうスーパー個人事業主、はい、映像制作できます、うん、マジでクオリティ高いっす。なるほど。をやったらいいんじゃないかな。なるほど。でも多分それだとクライアントを多分1件そうです、ね、2件っていう風に話になってくるから、うん、じゃあそのクライアントが自分のところを離れた瞬間に報酬とか収入がなくなるみたいな、うん、なるほど、っていう不安があるから結局組織を作るために話になってくるわけ。そうですね。だからどっちにするんだいっていう。なるほど。で安定させたかったりとか稼ぎ口を安定させたかったりするんだったらやっぱ組織を作るっていう方しかないんじゃない。なるほどね。なんかそこはみんな悩むんだけど、うん、もう組織を作るっていう方に思いっきり振った方がいいんじゃない。なるほど。変な話、パーソナルトレーニングジムを作りますって僕が言い始めた瞬間に、うん、別に僕が教えたらいいじゃん、うん、で僕がお客さん捕まえてきたらいいじゃん、うん、でも多分これ絶対頭落ちくるなと思って。そうですね。だからパーソナルトレーニング専門の人たち、うん、営業専門の人たち、店舗運営の専門の人たちっていうのをちゃんと分業して、うん、組織を作ることによってビーツという素晴らしいサービスを、うん、こう展開して最初の1点で6店舗バーって動き広げられたっていう。なるほどね。でも映像制作とかそのクリエイティブ的な人ってやっぱり自分のこだわりが強いから人にやらせるのが嫌みたいなのがあるんですか。本当の話をすると、うん、ほぼ全てのクリエイターはいらないんだよ。ほほほほ、なるほど。なんて言ったらいいのかというと、はい、クリエイターは全員死ぬよ。ほほ、なんて言ったらいいんだろうな。そのクリエイティブの仕事っていうのは、うん、ディレクターっていう人とデザイナーっていう人がいるの。ほう。で、デザイナーはほとんど勝ちない。ほほ、デザイナーね。で、ディレクターっていうのは、はい、要はこういう映像を作るぞと、はいはい、こういう世界観でこうだっていうもう明確な自分の中にそのビジョンだったりとか完成図があるわけ、うんうん、なるほど。がディレクターね、はい、でディレクターって日本語訳にすると、うん、まあ英語アメリカだとその要は映画監督、うん、これはディレクターって訳されるわけ。なるほど。だから本当になんだろう、その最も大規模な根幹をこうディレクト、はい、要はその指し示す人、はいはい。で、それ以外の人はデザイナーで全員。なるほど。それ言われた通りにやるっていう。なるほどね。で、だからどっちに回るのかっていう。で、僕がずっと推奨してるのは、ディレクターにならなかったら全員価値がない。お金を払う価値がない。はいはい。でも、ディレクターはめっちゃお金払う価値があるから。うん。だから、いい映像作ってって言った時に、うん、なんか、それっぽい
写真とか動画をペタペタ貼り付けるのがもうデザイン、こいつデザイン、ただのデザイナーじゃねえか。でもディレクターっていうのはなぜこういう風にするとかっこいいか、こうするともっと良くてっていう、そのまさにクリエイティブなことができるんだよ。なるほど。でも世の中の多くのデザイナーとかクリエイターって言ってる人たちは、うん、なんかペタペタ貼り付けてるだけだから。なるほどね。なんか価値を生み出してないんだよ。なるほど。で、優秀なディレクターになるなって、はい、優秀なデザイナーを採用しなくちゃいけないんだよ。なるほどね。あ、つまりある程度ディレクターの意図が分かる、はいはい、人をやらないと。なるほど。なんだろう、このトランジション、じゃあ例えば、マキからアシタに変わる瞬間に鮮やかに変えてっていう、はいはい、その鮮やかがすげえダサかったりするわけ。なるほど、なるほど。じゃあ、そういうことね、もう、ディレクターになるのが一番いいですね。うん。で、優秀な人、もう、営業と一緒ですね。で、最近はすごいトンチみたいな話があって、はい。海外だと、前澤さんの家にあるようなさ、なんかバルーンに見えるんだけど、全部鉄で作ってるっていうアートじゃない？わかんない。そんなのあるんですね。キューピーちゃんみたいな。バーディーじゃなくて、なんだっけ？トゥイッティだ。それわかんないですね。トゥイーティーっていう、なんか、はい、鳥の、チキンラーメンみたいなのあるじゃん。あ、はいはい。チキンラーメンのキャラクターみたいな、ああいうなんか鳥みたいな子を、はい、風船があるわけよ。うん。ステン、なんか、アルミの風船みたいなのあるじゃん。うん。ツヤツヤしてる。はいはい。で、触ってみるとそれ風船じゃなくて全部鉄なの。なるほど。みたいな。なるほど。で、それ作るのめっちゃ時間かかるんだけど、はいはい。でもそれを作った人誰かっていうと、うん、なんか変なおっさんなわけ。なるほど。で、そのおっさんにインタビューすると、うん、そのおっさんはその作品を一回も触ったこともないわけ。ほう。僕はディレクターなんで指示しかしてない。ほう。だから作んないの、もう今アート。なるほどね。そういう世界。でもそれに一番価値があるよねっていう世界なんだ。なるほど。確かに。でもこれまでは絵を描いた人がすごいじゃん、うん、でもあれピカソとかゴッホとか宇田川さんとかああいう人たちは、はいはい、要はディレクター兼デザイナーそうですねなんだけど、うん、それはもうディレクターはディレクターの要素、なるほど、デザイナーはもう絵が上手い人でいいよね、はいはいはい、っていうこと。なるほど。で、実は会社経営もそうで、うん、例えば経営者がアートができる、そのデザインができる人なくて、うん、経営者が叱るべきデザイナーを雇って、うん、デザイナーに描いてもらう。なるほど。じゃあこれ誰の会社ですか？ディレクター、つまり、CEO っていうのはチーフエグゼクティブオフィサー。あ、ディレクター入ってないね。はい。僕はそのディレクターだと思うんだけど。なるほど。そのディレクターはいはいとしての仕事をするんだよ。なるほどね。で、最近だと僕の先輩で斉藤太郎さんっていう人がいて、はい、最近すごいメディアも出てて、はい、サントリーのハイボールの火付け役みたいな。ほう。ハイボールで、もともとサントリーのが抱えていた課題っていうのは、うん、ウイスキーっていうのは臭いし、なんかスコッチみたいなおっさんが飲むもんだと、うんはいはい、なんかお薬箱の匂いするし、うん、なんだこれっつって、はい、これをどうやってもっと消費させることができるのかっていう課題をいただいたわけ、うん、なるほど。で、この斉藤太郎さんっていうのは電通のゴリゴリの営業なんだ。ほう。だからクリエイティブができないの、やったことないの、はいはい、だけどディレクション能力がすごいわけよ、はいはいはい、こんな感じでしょ。でそれさ、結局だからその若い人が飲んだらいいわけじゃん、うん、じゃあこうしようよっていうそのディレクション力がすごいの。なるほどね。絵はもう本当に落書きみたいな絵しか描けないわけ、はいはい、で、しかるべきデザイナーとかをキャスティングして、なるほど、アンクルトリスとか吉高由里子ちゃんとか、はいはい、でも使って今若者が、あ、すいません、じゃあ僕ハイボールっていうあの文化を作った人わけ。へえ、そうなんだ。その人じゃあその人にじゃあ絵うまいんですかって言ってもそんなの全くお門違いですので、はいはい、そんなの描ける人ないよね。なるほど。それはディレクションっていう能力だっていう。で、最近彼がその後にで僕はその電通の時に彼と資生堂のスーパーマイルドっていうシャンプーの CM を一緒にやってて、はい、広告やってて、うん、で彼が、ハイボールやってて、うん、で今はGO っていうタクシー、おー、GO タクシーのディレクションを今やってる。へえ、すごいっすね。っていうのがそのディレクターっていうかディレクションの世界観だから、なんかもうある程度まあそのディレクターでもどこで突き抜けたのかってすごく大事なんだけどね。なるほどね。要は営業みたいな、もうメディアのことは全部わかります、はい、っていう観点で、メディアをイメージしながらこのゼロから作れるみたいなのもディレクションだし、はい、なんかもう僕だったら営業もわかるしクリエイティブもわかるから、うん、なんかそのビーツを作る時も例えば
これを営業マンが営業で売った時に売り切れるのかっていう観点でゼロから作るっていうディレクションもあるし、なるほど、あとはなんかもう絵がめちゃめちゃうまいとか感動させるグラフィックを作ることができるっていう、うん、そのグラフィックっていうところを着地にしてゼロから作るっていうディレクターもいるし、なるほど、だから とにかくまず自分の仕事を突き詰めて、その映像が素晴らしいで自分で思うんだったら、うん、それ突き詰めてもう早くディレクターの勉強したのに、なるほど。その斉藤さんは営業時代にそのなんていうかクリエイティブで言うとデザイナー的な仕事をしててディレクターになったみたいな感じなんですか？それとも、いや違う、そもそも才能があったみたいなんですか？いや、なんか要はさ、クライアントが言いたいことと世間が言いたいことを結びつけるのが広告代理店の営業なわけじゃん、うん、じゃあ、クライアントはあの茶色いアルコールで液体売ってくれと、これ余ってんだと、うん、でも世間はなんかそれお薬箱みたいな匂いするし、うん、臭いし誰も飲まねえと、うん、っていうとこをどう最適に表現するか、なるほど、って言った時に、例えばじゃあこんな言葉でこんな方向性でみたいなディレクションするわけ、なるほど、こういう方向性で、ディレクトってあの分かるでしょ、ディレクトって指し示すっていう、指し示すんだよ、なるほど、こういう感じでっつって、はいはい、とにかく飲んだら最高になっちゃう世界観、うん、最高みたいな、ハイボール最高ウィーみたいな、はいはいはい、そう、この世界観っていうのがバンってあるから、なるほど、デザイナー絵は描けないんだけど、うん、デザイナーが描いてきたらそれじゃないは言えるわけよ、なるほどね、っていうこと。ディレクション能力ってそれは何なんですか？営業力なんですか？コミュニケーション能力だね。ああ、だからな、どなんだろう、想像実現する力じゃないけど、ああなるほどね、かっこいいですね、ディレクション能力、うん、だ映画監督とかもそうだね、うん、でも時になんか普通の人にはその分かんないから、うん、なんでお前なんか絵も描けるのにそれじゃないって言い切れるんだみたいな、はい、っていうそういうなんか、なるほど、反論みたいな必ずあるんだけど、うん、でもなんかそのディレクターが持ってる世界観になるよね、うん、確かに 3D プリンターみたいなのができちゃったらもうディレクターがこうでって言ったらもうそのプリンターが全部作っちゃいますもん、うん、そうなんだけど、なんかそこをうまく当てるのがいいデザイナーなんだよ、うん、あー、なるほどね、だからなんか、かっこいい、かっこいい車をここに走らせてっていうときに、そのかっこいいをスポーツカーなのか、うん、SUV なのか、なんかそこら辺のイメージは多分ディレクターにはあるんだけど、はいはい、じゃあそこの、なんだろうな、そこのもうちょっとディテールをどうするかみたいなのは、はいはい、なんかデザイナーの力量だね、なるほどね、提案力というか、ほうほう、なるほどね、そういうところでやっぱそのクリエイティブとしての喧嘩をしないと、はいはい、なんかいいものが生まれないよねっていう、なるほど、で一番ダメなデザイナーは、うん、多分この質問者さんが一番悩んでるかと思うんだけど、はい、言われてからこうしましたみたいなやつは一番いらない、はいはい、なるほどね、多分これもあのデザイナークリエイター業界でも営業業界でも、もうどんな業界でも、そうですね、あの提案力のない人はもう価値どんどんなくなる、うん、だからもう自分もディレクターのつもりでかかっていかないとダメですね。そう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 。デザイナーも。こっちもマジで 100% だと。うん。お前の 100% 見してみろっつって、もうディレクターに喧嘩売り倒して、はいはい、でもディレクターはそれでも勝ってくるから。うん、なるほどね。会社と同じですね、うん。という観点でディレクターを目指してみてはいかがでしょうか。ありがとうございました。